こんにちは、こんばんは、おはようございます、初めての方は、はじめまして、そうじゃない方は、はい、どうも、R と申します、R、メタルギアの一番最後の後ろの文字、R ですね、まあ、カタカナでも、ひらがなでも、何でも構いません、はい、R と申します、今回はですね、このコナミより発売されたプレイステーションのゲーム、メタルギアソリッドを、初見プレイですね、やっていこうと思います、よろしくお願いします。この時代にさ、今更メタルギアソリッドを初見でやる人間がいるのかっていう話だよね。1997年と、ん ?87 から 98? 87年になんか出たってことかな?オプション。字幕 OK、ステレオ、振動もオンなの?振動テスト。よろしく頼む。方向キーで振動します。おぉ。はい、わかりました。画面調整。メイド設定か。よくわからないんで、まあ、これをおいおいいじくっていこうと思います。あまりにも暗いんじゃ困るんでね。ブリーフィングスペシャルバーサストレーニング。よくわからないな。じゃあニューゲーム、行きましょう。プレイの経験はね、2、3、4? かな?一応、やった記憶がある。かな。大塚明夫。はい。で、まあ、よくわからない場面がね、結構多かったんで、まあ、満を持して、このメタルギアソリッド1をね、やっていこうと思います。ポリゴン荒いなぁ。最近までね、トゥームレイダー3というゲームを、ね、実況させていただいたんですけど、まあ、うまいことね、完結しまして、気を抜くな。俺は今からうるさい早を落としてる。今それは完結して、まあ、一息ついたんで、まあ、今度改めてねやろうかなというのでこのメタルギアスイートを選びました。他のねトゥームレイダーシリーズをやってくれっていう銀河番長。おお、なんかイケメンがいるぞ。イケメンが、お、これはメタルギア特有の、こちらスネーク大佐、聞こえるか。良好だ、スネーク。状況はどうだ。やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。自傷骨を直接振動させるものだ、敵には聞こえない、分かった、作戦に入る。了解です。じゃあやっていきましょうかね。トゥームレーダーシリーズ4とか1とかおーっとしてを、希望されてた、希望っていうか、まあ、リクエストされていた方、おー、なんかまた動いてる、ね、方にはね、いたしかたないんじゃねえや。まあね、申し訳ない、申し訳ないってこともない。これさ、おっと、おい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 、なんだなんだなんだ、これちょっと待ってね。このアナログスティック、あ、一応動くのか。なんかあったよね。レーション、オッケー。なんでこいつ歩いてんの。まあ意味わかんねえや。三角ボタンで、うん、で、キックキック。お、メタルギア2の時とは違うんだね。で、あ、はい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 、まだちょっとよく分かってないんだけど、操作を。ね、やった記憶がある。記憶というか経験があると言っても。ね、もう何年も前の話だから、ちょっとよく分かってないんだけど。まあ、この下手くそのプレイを、ね、イライラしながら見れるというね、臨体力の持ち主の方がいましたら、おつき、おお、びっくりした。お前なんだよ、ネズミ。びっくりしたな。お付き合いいただければいいんじゃないでしょうか。ね、やっていこうと思うんでよろしくお願いします。ちなみにこれさ、レベル設定はないの?ああ、やばい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 。大丈夫か。これ足音とか結構やばいんじゃないの?ああ、やばいやばいやばい。見つかる?大丈夫?アクションボタンってさ、何でいくの?
よし、四角ボタンでやると。あ、消えたよ敵が。ってことは何か、あの、少し、え、あ、ナチョ待てよ、あの死体をさ見つけるっていうか、そういうあれはないわけ。ちょっとよくわかんない。あ、カメラ操作ができない。これさ、覗き込みできねえの？あの右、あ、しまった、危ねえ。あ、字幕がない。いいのか？一応で？あ、今絶対バレたと思ったけどね。ギリギリだったな。これ難易度設定はないのか？ないならいいけど。それともまだそういう感じの場所じゃない？チュートリアルだから。そんな難易度とかそういうレベルじゃないのかな？ね、あの、トゥームレーダーシーズをね、もし期待していた方がいましたら、ね、申し訳ない。ですね。ねえ、トゥームレイダーってほんとすごいゲームだっていうのは、ね、薄々感じてはおりました。そのトゥームレイダーやるだけでさ、あの再生数が全然違うんだよね。違うっつってもさ、まあ別に1000とかさ、行くわけじゃないんだけど、すごい人気のゲームだなと思いましたよ。ただこのメタルギアもね、相当人気なんでしょ？R はそこまでちょっとお話よく分かってないんだけど、まあトゥームレイダーをやるときよりは、まあそれ以外の実況の方が普段の R っぽいのかもしれないですね。なんか人気作品に本部に抱っこみたいな感じの人間なんで、トゥームレイダーの時は。まあでも初見プレイなんでね、これも目がないんだけど、スネークの大丈夫か。このゲームホラーゲーじゃないですからね。まあ楽しくやれるんじゃないですかね、乱暴プレイを。こちらスネーク、はい、地上の廃棄所前に到着した。おお、かっこいいね。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。お前は誰だ？身動きが取りにくい。我慢して、低体温症を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよスネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F16 が2機華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。実況にね、あの暗い画面はあまり似合わないんだけど、どうかな。そんなに暗くないか。ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。アラスカってさ、どこ？ロシアじゃないの？ロシアのガンシップがどうしてって言うから、ここロシアじゃないの？アラスカって。もうてっきりアラスカってさ、ロシアのことかと思ってたんだけど。どこのことなんだろう？ある、全然外国のこと、つか日本のね、都道府県すらよくわかってないからな。興味がなくて。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。もう時間がないんだ。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ？ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・ディンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでねスネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない、
これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。全然フランクじゃねえだろ。赤い光点が敵の位置、はい、青い円錐が敵の視界。赤い、スネーク気をつけてね。赤くはねえけど。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。いいですね。視界に入らないように注意して。はい、まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、まだなんかソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった。寂しくなったら連絡。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入データの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96。 セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。もうウィンクしてる。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。語るね。お、勝手に動いてる。あ、はいはいはい。一人称視点だと、まず正面の扉。おいおいおい、勝手に、おいおいおい。敵に見つかる可能性が高そうだな。ああ、ロックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。うん、装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。ファーマスですね。正面扉の脇にあるダクトはどうだ？ダクト？どこの？あー、あれ、ちっちゃいね。階にもダクトがあるはずだ。ええへへ。どこ？え？ん？ここからでは見えないな。うん、そうだね。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。お、動ける。ちょっとよくわかんないんだけど、これ無線、よかった。キャンベル大佐とメイリンさんね。はい。ドクターは、名前は何なの？私を調べていい大佐、大佐じゃねえや。あっ、あのライトに見つかるとまず、違う。三角で一人称か。これ見つかるのかな？ライトの根源はどこにあるんだよ。ねえじゃねえかよ。まあなんか突っ込んでたらね、速攻で、やられそうだから。これ覗き見は、覗き見はやっぱできないんだ。あ、オッケー、できないんだね。わかりました。勝手にやるから、なんとかしろと。現地上武器がないもんな。締め殺すしかな。脳がないもんな。お、敵がいるね。大丈夫か？どっちに来る？何これ、レーションマックスか。え、この足跡は、あ、しまった。そうか、足跡か。いかん。あ、ちょっと、くそ、誰が。早速見つかったべ。
ぶねえな。どこ行ったよ。ここに貼っといた方がいいな。ああ危ない危ない。ああ黄色くなっちゃってる。あこれ動かすのがちょっと大変だな。あこれ難しいぞ動かし方が。どう行く？一気に行くか。あもうそうじゃないんだよ。よし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 。あそうか気絶になってんのか。仕方ねえな。え？ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれって。きついぞこれ。このゲーム難しいぞ。下手くそ特有の投げ以降になっちゃってるな。締めがちょっと難しいですね。光ってんのはなんだ。あカメラか。チャフグレネードとかはないから。あタバコはまずい。タバコは死ぬからな。どっか別のルートから行かないといけない。あちょっと難しいぞこのゲーム。難しいぞ。おお危ない。また締め殺す。早くちょっと当たれって。よしじゃあまたレーションか。レーション取れないんだよね。こんにちは。アクションボタンは？あ丸か。こんにちは。開いてくれない。潜入方法は俺次第っつってんのにこれ開かねえじゃねえかよ。どうすっぺか。仕方ねえな。どっかまた別のルートから行かなきゃいけないのか。せっかくさとつったのにこれじゃ意味ないじゃねえか。ん？お、ソーコム。ソーコムは、半自動拳銃、レーザー標準装備、標準機装備。四角ボタンを押すとロックオン。離すと発砲。サプレッサー装備可能。サプレッサーないっすよね、まだ。どっかで見つかるとは思うけど。ダクトってのはどこに？あ、あれか。ダクト、ちょっと待ってくれよ。ダクトはあるけど、どうやって入んだよね。裏側から攻めるか。こっから行けばいいか。監視カメラ。うん。これズリズリ行けばいいんじゃないの？なになに？基地の運営には換気が欠かせない。うん。汚れた空気を捨て、新鮮な空気を取り入れるための排気口があるはずだ。はい。それと膨大な電力を消費するため、ディーゼル発電機などを備えている可能性もある。発電には空気を消費する給排気口が必要だ。うん。さらに信じられんことだが、陽動作戦に使った F-16 が撃墜された。ハインド D にな。リキッドから我々に連絡が入った。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射するとな。スネーク、潜入を急げ。もうじきハインドがヘリポートに帰還するぞ。はい。まあ、よくわかんないけど、さっさと行けってことでしょ。行くよ。おいしょ、勝手に変わるんじゃない。潜入方法は君次第って言ったけどさ、これ、ここしか行けないんじゃないの？おお、見づらい。おお、ネズミ。どけ、ネズミ。スネーク、マクドネル・ミラーだ。誰だよ。懐かしいな。マスター。どうして？マスター。私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。隠居はしてません。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば心強い。
仲がいいな。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。うんうん。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。そのネズミはアラスカハタネズミだな。心配するな、害はない。詳しいな。野生のハタネズミは厚い脂肪層も持たず、冬眠もしないのに骨幹を生き延びることができる。雪の下にトンネルを掘り、そこで寒さを耐えるんだ。すげえな。サバイバルの専門家だな。見習うべきか。激しい一面もあるぞ。ハタネズミの中にはメスと交尾したオスが、そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。ゲスだな。自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。ネズミがいるということは出口があるはずだ。ネズミの向かった方向に行ってみろ。ああ、よくできてるね。じゃあ行かせてもらうよ、ネズミくん。このヘビさんに出口よ。マジか。早く泳ぐことはできないのか。大丈夫かこれ。おお、おい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 、いきなりやらせてくるね。俺だ、俺はもう君たちが頼りだ。頼むぜ。こりゃでも暗いぞ。このゲームトーチはねえからな。どっちだ。ああ。違う。ズームとかは出てんだ。ああ。バツと丸か。外の様子をうかがい知ることはちょっと難しそうだな。まあいい、進もう。君たちのおかげだよネズミくん、ありがとう。足音、大丈夫か。足音がするな。時間は23分。左から足音がする。今だ。でまた、なんすか。フロア移動はエレベーターを使え。まあ。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。わかりましたよ。まあ今回、おっと、よっかかれるか。大丈夫か。まあ、今回の、プレイは、まあ試験、おっ、くそ、俺の言うこと聞かねえ。コントローラーが難しいな、このゲーム。張り付いたら張り付きっぱなしっていうのがちょっと難しい。このゲームは忍び道とも違って、思うように動くことを知らないな。おお、怖い。もう右上のマップを、レーザーを見てやるしかないよな。ソークムバレット。エレベーターっていうのはさっきやったところか。一応巡回してる。あー、危ない。大丈夫か。ここはどこだ。ここもダクトがあるな。ここ怖い。大丈夫か、これ見つかるだろう、下手すりゃ。見つかんねえの。すげえゲームだな。よし、早く。じゃあ、あの、なんか流血してるっぽいけど、悪いね、すまないな。ここだな。ちょっと早く。 OK、 進んでいくぜ。ん、これエレベーター。大丈夫だよね。どこに行きゃいいんだ。まあどこでもいいや。あれ、ちょっと待ってくれ。あ、くっつくだけでいいのか。ひっつくだけでいいの。じゃあ地下1階、一回ずつ攻めていきましょう。ああ、でも時間が。あ、なんだ、またか。レーダーを見て。メイリン。ダーパ局長捉えたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。わかった。だがな、この急がば回れっていうもんでな。ん、ここは？これちょっと難しいな。まあどうせ入らないんだろうけど、プップーってなって。
これちょっと気をつけねえとね、変に壁叩いてさ、うんとかなったらとんでもないことになるな。これ開かねえけどな。助けてくれっつって何もできないもんね。まだどうすりゃいいんだ。もうちょっとやりたいな。ただ画面の明るさとかをね、見たいな。なんだそこを登るにはアクションボタンを押せ。ああ、はい、ありがとうございます。細かいこといち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 。あ、アクションボタンは丸か。オッケーオッケー。あ、またダクトかよ。ハイハイ行動は大変だね。迷いそうだな。お、アイテムがあるじゃないですか。これ下は見れる？下、あ、上下運動は難しいな。あ、と人がいる。どうやら風邪をひいたようだ。ああ、そうですか。アラスカがこんなに厳しいなんてな。うん。しかしあの女。寒いもんね。結構いい線いってるよな。女？女って誰？メイリンのこと？違うよね。さすがに違うよね。ここにもいる？ソーコムバレット。またか。下は？誰かいる？ん？ベンチがある。ベンチじゃねえ、椅子だな。さて、こう来たのはいいけどさ、ある方向音痴だからどこをどう来たのかがわからなくなる。しかし暗いな。でもステージ自体はまだ暗くないからな。これまた明度の調整が難しいぞ。ちょっとバカしい。どっちだ？これまた道なりでいいのか。まだ一応見れるところは見ていこう。お、女か。女か。違うな。え？ああ、そっかそっかそっか。これ独房なのか。何？はいはい。スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある、うん、どこか降りられるところはないか。うん、主観でよく探してみろ。常にこれ主観だからさ、一応覗き見させてはいただくけど。おお、イベントか。ダーパだっけ。ダーパガチャガチャうるせえぞ。誰だ。うるさい、お前も静かにしろ。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。ダーパ。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。嘘なら何しに来たんだよ。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト。奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫して要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。これ取説読んだ方がいいのか。どうなんだ。可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ。おお、筒抜けじゃねえかよ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろう。壁ドンされるぞ。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する核搭載歩行戦車。メタルギアのことか。メタルギア、まさか知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ
私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。ですよね。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。光が強いな。目がチカチカする。奴らの血気さえなければな。血気かぶっちゃった。レックスはテロリストの手に渡ってしまった。ああ、メタルギアレックス。メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。はいはいはい、多少は知ってます。おう、奴らはレックスへの核弾頭装備を完了ちょっと待ってくれ。奴らはその道のプロだ。兵器の整備取り扱いにも慣れた。こいつらアホじゃないか。うるさいぞ、静かにしてろ。アホだろこいつら。しかし核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ。そうだ、私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー、ベイカー誰だ。ケネス・ベイカー、アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが。アンダーソンさんは何者なんだ。私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか。さっき言ったっけ。サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、知らない単語がいっぱいだな。僕3度の一員だ。レイディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワードも。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。わざと目を描いてないのかな。鍵、鍵システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。うん、あの鍵が。その鍵はどこに。聞こえてるでしょ。ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。3つもあんの。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだな。それでそのベイカーの居所についてあんた何か知っているか。地下2階のどこか。地下2階。妨害電波が出ている地域に移されたらしい。レーダーが使えねえじゃねえか。そんなことを言っていた。手がかりは。奴ら入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。おい、ちょっと待てよ。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。ああ。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。すげえな。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認する。うん、近づくだけで扉を開けられるということだな。あ、分かりやすい説明ありがとうございます。分かった、脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ。他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか。お前の雇い主かな。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか。ちょっと時間がやべえな。それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかしペンタゴンは。ペンタゴン。何、どうした。なぜ。おお、なんだなんだ。どうしたの。おいおいおい、何、心臓発作。ねえ。おいおいおい、な、何、バクバクしてるよ。これなんか2でも同じことがあったな。
やいやいやいや、待ってくれよ。どういうことなんですかね、いきなり。ナオミ、局長が。あ、ナオミ。何があった？わからないわ。はい。心臓発作のようだけど。心臓発作？もしや。大佐、俺に何か隠しているのか。ない。分かってくれ。おいおい。今回のテロは、コードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか。本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そっから脱出しろ。ベイカー社長を探すんだ。ペラ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 喋りやがって。じゃあ今回はこれで一旦区切ろうと思います。これちょっとまあ区切りどころが難しいな。36分でしょ。カットしてる場所ないだろうし。いや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 、参ったね。え、なんか声が聞こえるけど、じゃあここでセーブしようと思います。マスター、キャメル、メイリン。メイリンさん、お願いします。ラーバ局長、かわいそう。うん。せっかく助かったのに心臓発作だなんて。お前そんな本当にそう思ってるか。私なんか嫌な予感がするわ。セーブしておいてね。はい、します。じゃあ今回はこれで終わりにいたしましょう。これでいいのかな。ニューファイル、ちょっと英語ばっかりよくわかんないんだけど。完了しました。 OK。 じゃあ今回はこれで終わりですね。まあ、続けていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。じゃあこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。